今湘南のキックオフで前半の45分が始まりました。ジビロ磐田対湘南ベルマーレのゲームが始まりました。さあ早速ドリブルで駆け上がっていこうという高橋、今日はスタメン。そして右サイドからのクロス、いやりヘディングシュート、決まった。あっという間の先制点は17秒、ルキアンが早速ゴールを決めました。このフルストの対戦、あっという間のゴール、17秒でゴールを決めました湘南です。早かったですね。今ちょっとボールの行き方ですね、ここ少し中を通されてしまったので、まあ、クロスに対してもルキアンの入り、そしてピンポイントなクロスですね、池田選手のタイミングですけど、スタートのところですね、少しあの平川選手が外を切ってしまって中行かれてしまったんで。